どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの G ラボのブラックビューティーモデルと、はい、シンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使いまして、今日もレッスン始めていきましょう。いつも使っているこの G ラボのウクレレたち、ただいま大好評で販売と予約受付真っ最中でございます。皆さん、はい、ぜひ皆さんこれチェックだけでもしてみてください。すごいいいウクレレですからね。ここにリンク貼っておきます。概要欄にも貼ります。さあさあ今日のレッスン始めていこうと思うんですけど、今日はですね、はい、この曲です。ドーン、崖の上のポニョー、ポーニョポーニョポーニョです。これですね、元気になっちゃう曲ですよ。これはもちろんです、ガズレレ YouTube 動画で過去に1回取り上げてます。2018年ということなんで、もう今から4年5年ぐらい前、今見るとちょっともう1回やりたいなということで、今回2022年版かなりパワーアップしたかっこいいアレンジになって、また舞い戻ってきました改訂版でございます。はい、いつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンは前回のバージョンよりはさらにものすごい勢いでグレードアップしてますからね、めちゃくちゃ楽しめて、しかも脳トレにもなるいい感じだと思います。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。でも音楽って難しそうだな、私にできるかな、私音楽ねやったことあるんだけどもう無理でしたみたいな方、そんなあなたもあっという間に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったら、ほんとびっくりするぐらい世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクはあるんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当に誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね、皆さん不器用な方でも全然できます。はい、じゃあ行きますよ。このリンク、ここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆さんがやりたい曲とスペースガズレレというふうに YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ好きな曲で練習した方がいいと思いますから。さあそれではやっていきましょう。崖の上のポニョ、まずはシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、サン、シー。崖の上のポニョー、シンプル簡単バージョンやってみた。いい感じですね。これね、やっぱ楽しい曲ですね。なんかこう、冒険の歌、そんな感じ。なんかやっぱり無邪気に歌うのが素敵かなと思います。
はい、シンプル簡単バージョンはかなり簡単なアレンジしておりますんで、いけると思いますよ。一応ね、このガズレレのアレンジバージョン、アレンジはですね、ショートカットバージョンというかですね、1番全部やって、最後の最後に2番のサビをつけたというオリジナルあのショートカットアレンジになっています。でも私全部やりたい、フルコーラスやりたいという方、1番と同じコード進行で歌詞が変わっているだけなんで、ちょっと慣れてきたらね、コードと歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って、ちょっとトライしてみていただきたいんですけど、まずは今のガズレレアレンジバージョンで練習スタートしてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますからね、それを見ながらですね、一緒に演奏してもらって、1個目のゴール設定としては、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画に合わせていただいてね、一緒に演奏できたら、もう1個目のゴール達成で素晴らしいと思いますよ。そこまでできた方おめでとうございます。さあね、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはやっぱり難しいですから。まずは楽譜の見ながら、ゆっくり何回も練習してください。そしていずれは最後覚えちゃって、全部暗記してですね、大空に向かって、海に向かって歌う。キッズとか、もう家族に向かって歌う。これがいいと思うんですよね。はい。そのためにはですね、まあ楽譜練習がいいっていうことなんですけど、でも楽譜ってどこにあるの?という声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズが、はい、この手書きのノート、もう34冊目ですよ。これに書いた、この楽譜を見ながら、今演奏していきました。はい。ポニョ。はい。もうちょっとしたら、大きい靴して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今ね、その前にちょっとこれをご紹介させてください。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、今日の崖の上のポニョを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のね、ノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、憧れちゃうみたいな感じで選んでいただいてですね、毎月5曲、お手元にデジタルデータとして即座にダウンロードしていただき、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ。これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ?はい。ものすごい充実しててね。で、そこではね、Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね。これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。2022年改訂版のポニョー。いいですね。崖の上のポニョのあのテーマソングでーす。はい。これイントロなんですけど、これ見て G7 これかっこいいバージョンではここね、ちょっとこうフレーズというかね、弾き方を変えてますね。下にだいたい書いてあるやつは、ここもね、ほら、かっこいい、これ、下に書いてあるコードは、後半やるかっこいいバージョンでですからね。なんで、かなりね、かっこいいバージョンとシンプル簡単バージョンには、ちょっとか違うところ多いんですけど、まあまあ、そんな感じになってます。とにかく、今やったシンプル簡単バージョンは上の段、かっこいいバージョンは下の段ですよ、というふうに覚えておくといいかもしれません。こんな感じで写しとくので、皆さんお時間ある方は、ノートをこれな、画面一時停止してノートなどに メモしてもらうといいと思います。自分のペースでゆっくりね。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このね、デジタルデータ、ガズのノートの、ね、データを、ね、ダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です、いつも言ってることですけど、この歌詞の上に点があるじゃないですか。これでですね、あのリズムがわかるんですよ。ポーニョポーニョポーニョ、これ 3×3 になってますけど、魚の子、青い海からやーってきたみたいな感じ。あとこの言葉の位置関係とかもかなり参考になると思うし、あとね、この歌詞カードには出てこないね、この伸ばすところがあるんですね。この辺がですね、なかなかこう、有効に役立つんじゃないかと思っておすすめですけども。はい、お時間ある方はさっきも言ったようにね、メモしてどんどんやっていきましょう。じゃあまずこんな感じで、A メロまで移しておこうかな。はい。今も言ったように、かっこいいバージョンではね、いろいろちょっと入ってくるんですよね。下の段にくるくる書いてあるけどね。はい、じゃあ次。
B メロからサビ、こんな感じかな。山盛りですね、山盛り。かっこいいバージョンと簡単バージョンのね、落差が激しいですけど、今回のかっこいいバージョンはね、かなり面白いことになってますからね。テロップとちょっと示し合わせながら、こんな感じで書いていってください。はい、ここ止まる止まるとかね、この辺はですね、ちょっとテロップも見合わせながらやってみてくださいと。はい、こうしてみるとどういう風に簡単アレンジしているのかが分かるかなって感じがすると思うんでね、その辺もね、面白がっていただければと思います。構成としては B メロ終わったら、はい、見て、サビ1A だから、ここまで終わったら、ここに行きます。サビ1。ね。歌詞がちょっと違います。で、これが終わったら、一番最後のサビ2ですね。はい。歌詞がちょっとサビで違ってますということですね。さあさあ、出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンだ。今やったのはね、コードね、5つです。言っていきます。C と Am と F と Dm、あ、D7 と G7 ね。もう一回。C、Am、F、D7、G7 の5つのコードでした。はい。これが映ってるのも安心の入門コードなんですけど、かっこいいバージョンでこの2個追加されるんですけど、これの中のこの1個も、これ簡単コードなんです。はい。これまでセットでご紹介。これは、ガズレレでは超簡単な、入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにドンと いっぺんに覚えようと思うとですね、めちゃくちゃ頭こんがらがるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、10個のコード楽しく覚えちゃってください。今日はそのうちのだから5プラス1の6個出てくるよということですね。はい。この今のね、だから今の簡単バージョンコード5個使ってゆっくり演奏していったりということ。これシンプル簡単バージョンはですね、楽しめますよ。これでまず家族、仲間、お友達同士で、ワイワイ盛り上がって、あのジブリのポニョの世界をね、こう、盛り上げていこうって感じです。これはね、なんかこう、みんなと歌いたい感じの曲ですよね。はい。その感じを大切に。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは今も言ったように Em7 簡単コードですけど、と、あともう一個、この Fm というコードが追加になる。この Fm というコードは押さえづらくて有名。はい。一応確認。ここと、ここを3箇所押さえるんですけど、こういうふうに押さえる。あるいはこういうふうに押さえる。この辺についてはちょっといろいろね、あるんでですね、この Fm については、以前、私がめちゃくちゃ特集している動画があるんです。概要欄に貼っときます。Fm の押さえ方どうしたらいいんだろう、私苦手だわという方、ぜひ概要欄でそのね、Fm 大特集の動画を見て研究してみてください。さあ、そしたら今日はね、リズム、面白いですよ。今日はたくさんのリズム登場します。今日出てくるリズムはこれ、ドン。8ビートのチャと、アルペジオと、8ビートのチャが半分と、カッティングいっぱいあるように思うんですけどね、これはなかなか今日奥が深いですよ。今映ってるリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれのね、濃厚解説レッスン動画がそこにもうすでにアップロードされてますんで、わからないリズムのところ研究して練習してものにしていってください。基本的には8ビートのチャというリズムなんですけど、この8ビートのチャと8ビートのチャが半分、この使い分けが結構キーポイントになるかなというふうに思います。じゃあちょっと流れでいきましょうか。ちょっとイントロからいくと、イントロはね、ジャカジャーンジャカジャーンってやるとかっこいいですよね。せーの、さん、はい、ジャカジャーンジャカジャーンジャカツチャチャツチャチャツチャツチャチャツチャチャツチャです。これは分かりやすく言うとチャッパッパッチャッパッパッチャッパッ、カッティングはできるといいと思うんですけど、できる？チャッパッパッチャッパッパッチャッパ、最初はチャッパッパ、次アップでチャに入りたいんでカッティングなんですよね。はい、これなかなか慣れないと難しい。じゃあここから歌が入るんですけど、このサビが始まります。最初にサビはさっきと違ってコードがワンブロック4つがワンワン出てくるんでね、ちょっと忙しいです。やってみましょう。せーの、ポーニョポーニョポーニョ魚の子。はい、ここは8ビートのチャなんですけど、最初のコード4つのところはもうチャを入れられないんでそのままです。せーの、ポーニョポーニョポーニョ魚の子、青い海からやこんな感じですね。はい、かっこいいでしょ。で、この後ポーニョポーニョポーニョウランダのこの後、ここでまたカッティングが出てきます。せーの、ダッツッタダダッツダダッツタですね。エクックエクシーシークックジージーシーです。はい、これカッティング、ここダッカッカ、これ弾かなくて
もいいんですけど、ちょっと弾いた方がなんかこういいかもしれません。はい、わかる。ダツツタチジツツタダッティです。はい、まんまるお腹の女の子。最後は C はシンコペーション、リズムが前にスコーンと食い込んでるやつですね。これはもうねセットなんで、もう一回いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。まんまるお腹の女の子。これ、ここ、なかなか面白い決めになってますね。カッティングとシンコペーションの決めフレーズ入れていきましょう。で、この後、アルペジオになります。でーんでーんてーで感想を入れて、ペータペタピョンピョンも、アルペジオなんですけど、決めが入ってきます。A メロいきます。ペータペタピョンピョン。あして、次、な、かけちゃおう。ここ、F マイナーで、かけちゃおう。これ、203連というリズムで、ダン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 。みたいな感じでちょっとアルペジオを戻してあげる。もう一回、ペタペタピョンピョン、あしていなかけちゃおう。右に続きます。ブンブン、おててはいいな、ここもつないじゃおう。はい、ラン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 、こんな感じですね。かっこいいですね。で、この次はあのことを跳ねるとなんですけど、ここは8ビートのチャが半分です。8ビートのチャってさっきサビで出てきたんですけど、8ビートのチャと8ビートのチャが半分の差を今やってみると C で弾いてみます。普通の8ビート、普通の8ビートのチャ半分にしますね。もう読んで字のごとくチャが半分になったよということなんですけど、じゃあここの B メロちょっとやってみましょうか。あのこと跳ねると、せーの、あのことちゃ、ずっとちゃ、心もちゃ。ここはちゃをなし、ダン、CCC、Em7 ですね。よー。はい、次で決めが入ります。パッ、チュンキュン、Em で、ダンダン、ダンダン、ダンダン。はい、Em、G7 と F と Fm で、ダンダンで止まる。これ簡単でしょ。パッ、チュンキュン、こんな感じですね。はい。その後また、あのちゃ、だだいちゃ、すがんじゃちゃ、つたた、つた、みたいな感じですかね。ここはね、結構スムースにいけんじゃないかなというふうに思います。8ビートのちゃが半分がね、ここでゆったり落とす感じが、ポイントです。そして、またサビに戻って、そこでまた勢いよく、ポーニョポーニョポーニョ、行くわけです。あとはこのパターンが繰り返されて、サビ2回行くぞというのがガズレレのアレンジになっております。今ちょっと駆け足で、説明したんですけど、これね、実際やってみるとですね、思いのほか面白いですよ。うまくいきそうでいかないみたいなね、ちょっとアスレチックゲーム的要素もたんまり詰まっていて、で、ポーニョポーニョポーニョ、ワンブロックコードが4つ出てくるとか結構続くんで、なかなかですね、あーなんだっけ、うわーってなりがちですけど、もうこれ慣れちゃうとコードの流れすぐ指で覚えられますから、コード自体は簡単なコードばっかりですからね、そこら辺も楽しんでいただければというふうに思います。そしていつも忘れちゃいけない、やっぱり弾けたらいいってもんじゃないですよ。音楽は感情が表現ですからね、感情たっぷり歌いたい。映画の世界観とか、映画のね、主人公のあの心持ちもね、こう予測しながら、そんなところもね、こう演奏に盛り込んで、思いっきり気持ちよく歌っていきましょう。さあ行きましょう。崖の上のポニョガズレレレ、かっこいい場所やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。Yeah.
の上のポニョガゼレレレをかっこいいバージョンやってみました。かっこいい、気持ちがいい、できると気持ちがいいですよ。はい、まあでも基本的にはもうシンプル簡単バージョンみたいに歌でねやっぱ盛り上げていくのがいい、楽しい曲だと思うんですけどね。まあちょっとお時間ある時にですね、ちょっとずつねかっこいいバージョンの要素を取り入れてチャレンジしていただくのも楽しいかと思います。さあ皆さん、冒頭にもお伝えしましたけど、ただいまガズのウクレレたち販売と予約受付中でございます。やったー。今回からね皆さん、嬉しいことに、Gラボのウクレレ購入していただいた方には Gラボを購入特典としてラッピングサービスも行うことになってますんで、ぜひちょっといろいろ見てもらってね、即発送できるものとご予約いただくものがあるんですけど、見るだけでも見てください。最高品質のウクレレたくさんありますからね、ここチェックよろしくお願いします。神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で11月の26、27の土日、Gラボのポップアップショップが出店です。残念ながらその日はね、ガズはちょっとお伺いできないんですけれども、Gラボのウクレレを最後に呼び出しているね、吉本さんという方がもう、トップになってですね、もう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレを弾いて試してですね、もし気に入ったものがあればゲットできるということです。で、今回初めての企画なんですけど、ここで、三井アウトレットパークということで、ガズレレ Gラボ初のアウトレットウクレレ、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとっていうものを集めて、もう品質はもうバッチリのものですけど、かなりね、リーズナブルなアウトレット価格で、30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ、関西方面の方、ウクレレ、Gラボのウクレレ触ってみたいなという方、11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。今この本も発売になってますよ。今この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやっています。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。